にょ。ショウゴくん？うん、ショウゴくんはどうしたの？ここに用事なの？お散歩って楽しいもんね。うん、さっきシンさんにね、私の新しいレポートをホームページに載せてもらったから、もしかしたらもうお返事が書いてあるかもなって見に来たの。なかったよ。気が早すぎたかな。あのね、今ね、花の王子様に聞いてみたの。本物じゃないとしたらどうしてこんなことするのかって書いてみたんだ。答えてくれるかな。私のせいなのかな。いつもおかしなことばかり言っちゃうから、さっきも私のせいでしらけちゃったよね。カフェで店長の飲み物を飲んだ時、せっかくみんなで楽しく盛り上がってたのに、私おかしなこと言ってしらけたよね。私っていっつもこうなんだ。みんなと一緒にできないの。お姉ちゃんの足も引っ張ってばかり、バイトだってできないし。何でもできるお姉ちゃんのようにできないし、みんなと同じようにできないし、だからいつも迷惑ばかりかけちゃうんだ。翔吾くん、翔吾くん、ここ痛そうだよ。翔吾くん、もしかして飛田さんと喧嘩したのも私のせい？絶対仲直りしてね。してね、翔吾くん。約束、約束だからね。指切り、指切りしよう。切り玄満、嘘ついたら針千本のます。指切ったで。へっ、あ、お姉ちゃん。
ねっちゃんのホームページ見るの？ううん、奈良津屋の偵察に行くところ。あのお店は別な意味で目が離せないから。ああ、奈良津屋ってホームページでも話題になってるね。うん、カフェだよ。とっても怪しいカフェなの。一緒に行くよ。翔吾くん、バイバイ。
だよ。ってさ、よくバカにするときに使ったりするけど、独りよがりさえできないってのはどうなのかな。自分を満足させることさえ知らないなんて。たとえ他人にとっては無価値だとしても、自分だけのものに価値を見出せるかどうかだ。本当ならさ、無理せずに独りよがりを気楽にやって、たまたまそれに共感する人がいてっていうのがいいんだろうな。きっと、人はそのたまたまっていうものに心が動かされるんじゃないか。ま、理想だけどね、俺の。だとしたら、物や情報、一足飛びな言葉や答えが、こんなにたくさん供給されている世の中で、今の人々は安物ばかりつかまされているのか。